人暮らししようかなって思って。一人暮らし、うん。いろいろ探してんだよね。家を。賃貸物件を。いいじゃないですか。ねえ、びっくり。急にね。ねえ。びっくり。一人暮らしか。さしでもあれじゃない、あの、ね、学生の時は県外出たけど、それ以来ぶりぐらい。そうだね、うん、そうだね。いろいろ今物件を見てて、うん、まああれなんだよね、ちょっと広いところが住みたいなと、まあ、ね、あ、まあそれはそうだよね。やっぱ広い方がいいかもね。確かに。スーモとか、うんうん、結構見てるんだよね。ああいいね、うん。いや俺も結構さ見るの好きで、うん、それこそスーモとか、うん、引っ越すわけでもないのにめっちゃ物件見ちゃう。結構楽しいんだよね、あれね。そう。意外に。楽しいよね。俺もこの前12時から見始めて、うん、3時半まで見てた。3時間結構見てる。めっちゃ見てたね。自分なんかは、うん、それこそ去年2回引っ越ししてるから。そうだよね。そう、結構ね、うん、なんかもう慣れたけど、うん、今東京に新しい新居になって、まあ動画では全然紹介してないんだけど、うん、めちゃめちゃ不便で、うん、そうなんですよ。一応今あの奥さんと2人で住んでるんだけど、うん、ワンルームだし、うん、風呂も足伸ばせないしとか、うん、追い炊きできないしとか、そうそうそう、めちゃめちゃ大変だったんだけど、新潟の時引っ越した、最初に奥さんと引っ越した時は、うん、なんかそう考えるとすげえ良かったなっていう風に思ってて、うん、比べるとというか、そう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 、大東建託で自分住んでたんだけど、うん、あのなんだろう、いいヘアネットあるじゃん。いいヘアネットです。そう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 、それで探してて、でそこに住んでたんだけど、うん、いやなんか自分最初は大東ってあんまりいいイメージなかったのよ。壁薄いしとか、なんかあんまりこういろんな動画とかいろんな話聞いても大東は良くないよみたいな話を、噂っていうか、そう噂というか聞いてて、で自分も最初住んだ時にどうなんだろうなみたいな風に思ってたんだけど、うん、東京に出て分かったんですよ。うん、めっちゃ良かった。そう。そうなんだよね。どういうところがいいの？いや、なんだろうね。基本的にどこも綺麗だし、うん、管理しっかり徹底されてるのもそうなんだけど、うん、まあなんか うちみたいにこう動画撮影処理っていうのがないんであれば、うん、壁そんなに気にならないし、うん、自分が住んでたところは、うん、っていうのもあるし、だいたいどこもウォシュレットとかついてるし。うん、なんかすげえ環境整ってるんだな大東建託って思ったんだよね。うん、俺もそのね、あのいろいろ家具って家具じゃねえよ、物件とか探すんじゃないけど、うんうんうん、見たりするとやっぱ綺麗だもんね、基本。そうなんだよね、うん、綺麗だなって思う。そう、いやそれこそすげえ偏見だったんだけど、うん、あんまりいいイメージなかったから、うん、東京出てえこんな良かったんだ大東と思ってそう、いやなんか審査も結構あんなにすんなりだったし、うん、逆に東京出て引っ越しした時は審査全然通らなくて、いつまで待たせんのみたいなので、最初に希望してた家住めなかったんですよ。ああそれは辛いね。そうだから、そう考えると大東やっぱいいなって思っちゃって、ね、結構じゃあフットワーク軽い感じなんだ。そう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 、レスポンス早くて一番いいね。いい、そうレスポンス早いっていう意味だとアプリがあってさ、うん、でなんか虫が発生しましたとかになったらすぐ相談できるし、そう今のところは東京のところはなんか管理人さんがいるから、うん、そこに直接行ってこうなんですって言わなきゃいけないのが全部やらなくていいから。そっかそっか。それはすぐにその虫がこうなんですっていうのは何かでやるの？いやなんかアプリの中になんかお問い合わせというかなんか、はい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 、そういうのがちゃんとあって、あダイレクトメッセージみたいな、そう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 、送れるようになってて、そこからなんかこう送るとすぐこう対処してくれたりとかして、2、3時間で返事はもう速攻で来るんだけど、2、3時間で対応しますって言ってもう終わりましたみたいな。すごい。そうすごかったんですよ。いやなんかめっちゃ大東の PR みたいになってんだけど、全然回し物じゃなくて、いやなんか悪い悪いって言われてたから、で東京出てあなんかすごい恵まれてたんだなというのが強かったから、より思ったというか、うん、そうで部屋めっちゃ暖かいんですよ大東。あいいね。そうなんか本当に大東さんの回し物みたいな回し物みたいになってけどね。うん、そうなんだけど、うん、うん、いいね。そっか、どういう部屋でって探しようかな。それもありだよね。まあ一番は、まあ、大東関係なく自分の希望のねこう設備があったりとか、
そういうところがあれば一番いいんだろうけど、うん、まあなんか一つの選択肢としてそれはありかなみたいな。いいと思う、すごい、うん、ただね、これからね、みんな結構新生活始める方とか、いやーですよ、参加されてる方も実際いる、うん、はい、まあ、いらっしゃると思いますね、うんうん、まあなんか参考になればというかね。いやそうだね、うん、ちょっとめっちゃ大東推しになっちゃったんだけど全然そんなことはないんで、決して振りとかじゃない、うん、そうだね、はい、そんな感じで、はい、まあサシの新生活もあるということでね、うん、はい、まあ、でももし決まってね、余裕があればちょっと聞いてみたい。そうだね、どんなことなったかなとか、なんか、うん、なんかどう部屋みたいな、そうそう、ね、それぐらいはいいかもしれないね。そうだね、はい、はい、そんな感じで、はい、はい、まあサシの新しい部屋探したいんだよね動画でした。はい、そうですね。はい、そんな感じで終わります。終わります。はい。